吉さんお疲れ様ですすごくね面白いことにこの数年前気が付いたんですよ。まあ、というのがねある FX のコミュニティなんですけども有料コミュニティこちらの方の運営がなんかされていたのかされていないのかちょっとわからないんですけどもあのそこのね、えー、コミュニティの生徒さんがね私の方に連絡を下すってあのサポートサイトがもう切れてますなくなってます。 いう感じでまあサイトってほら有料更新するじゃないですかあのドメイン取ったりとかねあのサーバーはなんかやったりとかね、うん、だから有料のブログとか有料のコンテンツサイトってのはあの課金をしなくなった瞬間に全部消えちゃうんですよね、まあ、これは有料動画投稿も同じだと思いますけどということは塾を運営してサポートを半年とか1年で区切ってたら別ですけども。 じゃあ一生サポートしますみたいな宣言しちゃった場合は一生その有料の <laughs>、ねあのー、サーバーなりドメインなりっていうのを維持しなくちゃいけないわけなんですよねでも塾の販売っっっててどかかででももししやめるるるとしたらコスト負けすすんんじゃないかないいう気もするんですよ、うん、まあそれで話戻すとサポートをしてくださる塾が、あのー、塾のサイトがなくなってるんですよみたいな感じで連絡いただいてね まあ私はそこのマネージメントしてるわけでも何でもないんでそれはもうサポート期限切れたんじゃないですかみたいなこと言っていや売る時には一生サポートしるみたいなこと言ってたんですけどねってそもそももう連絡もつかないですみたいになってたんですよそこで何が言いたいかっていうと私の場合はいまだにジンズ使ってるんですよ無料ですあのまさにサポート無期限でできるんですよで5年前に使ってたサイトジンズのサイトを呼び出してみたら全然普通に使えるんで でそれを、まあ、抹消してまた一からそこにね新しいコンテンツ作り始めたんですよ URL は一緒なんですけど内容が全然違うみたいなね。で万が一のためにそこに搭載してあったあのコンテンツってのは付録のページに全部映したんですよね。まあ、つまりは 問い合わわせが来てててサイトの内容変わっっますねってもし言われたとしてもあ付録の方に全部入ってますから全然大丈夫ですみたいな感じプラスあるはその頃に契約した人が私のサイトにまた訪れたらあれまたサイトが更新されてるじゃん得したみたいな感じでなんかねリターンも見込めるかなと思うんですようんそんな感じで無料サイトはすげえなと有料サイトはどっちかっていうと課金しっぱなしをしないといけないんですけどももうやめられないですからね無料サイトはなんか いきなりバンされる可能性は否めないんですけどもまあけど得だなみたいな <laughs> そんなことに気づいてしまったあ令和5年の春でございました。いってらっしゃい